ヤマダ電機につけみました。ヤマダ電機もこれ安いしね、税別490円するんですけど、安くないですか、めちゃくちゃ。まあ、架空車は数も少ないですね。でも R32 が残ってたらびっくりしましたね。でも他にはないみたいですね、残念。それでは、こちらではちょっと、これあれですね、シルバーだったんですね。画像で見たってシルバーだと思ったんですけど、シルバーですね。これはトヨタスではもうなかったですよね、昨日見かけなかったですもんね。ヤマダ電機いいなぁ、さすがにシビックは残ってなかったです、残念です。なんかこれ1000円で入れ物もかっこよくて、で3人版でヘビーダンプとショベルカーが組み立てによって組み替えられるなんていう、もしかして商品があったんですね。ちょっと欲しいんですけど、ちょっとスルーしまして、これも300円です。ちょっと安いんですけど、一番下のこの100円のこの、これは200円ですね。ヘビーダンプ触るんです。それとこの、なんですか、ショベルカー、これも100円ですね。でもこれがちょっと気になったんで、こちらですね。これをちょっと購入したいと思います。はい、ちょっと、よかった。はい、じゃあこれちょっと購入してみます。あれ？でもこれはショベルカーだけですね。両方ついてるのはこれですね。だから3種類あるみたいですね。じゃあこれをちょっと購入してみたいと思います。ミニカーに剥離剤を塗って手で触ってたら今日手が痛い人です。痛い、ちょっと手が痛いです。指先ですね。ちょっと剥離剤を直で触ってたらやっぱり結構皮膚には悪いんですね。はい、勉強になりました。はい、というわけでですね、前の動画でお伝えした通り、100円のヤマダ電機で働く車が売ってたので買ってみました。はい、早速見てみましょう。ホットイール本当は買いに行ったんですけどね、今日2店舗行ったんですけど、1店舗目は結構アメリカンピックアップシリーズを除いて、バットマンなどは仕入れがあって、あとワイスピースプレミアムと、なんですか、ラリーのは在庫1店舗目はあったんです。はい、で、欲しいものなかったので、R さんに1台だけ残したんでどうしようかなと思ったんですけど、2台買ってもしょうがないかなと思って買わなかったんですよね。はい、で、2店舗目に行ったらもう全然取り扱いなかったですね。何なんでしょう。その店舗ですね、昨日23日に、お昼頃来店しまして、ちょっと見当たらなかったので、動画に曲げたんですね。店員さんに、あれ今日23日の入荷分ってどうなったんですかって言ったら、入荷次第販売するって言われて、入荷次第販売ってどういうことかなと思って、もうとにかく意味がよく分からなくて、入荷するの待っててもしょうがないのでその店後にしたんですけど、今日そこにもう一度行ってみたら、ワイスピもオートモーティブもバットマンも、もちろん、ピックアップシリーズもなかったですね。ってことなんでしょうか。はい、失礼しました。はい、ホットイールの話を前にして、今日買ったのはこちらですね。これ100円ですよ。ほら、ヤマダ電機でめっちゃ安くないですか。あとボックスタイプのもあって、なんか1000円で、3つのタイプに組み替えられるっていうものも売ってたんですよね。それちょっと置くとこにも困るので、ちょっと買うのやめて、ちょっとこちらの CAT の働く車買ってきました。私あんまり働く車って好きでもないんですけど、100円だったのでどんなもんかなと思って、でこのちょっとタイヤの感じがね、ちょっと好きだったので買ってみました。なんか丸みがあって空気が入ってるように見えるでしょ。こういうの好きなんですよ。はい、でこの100円とこれダイソーの働く車なんですけど、こちらも100円で買ったんですけど、これも結構作りが良くて、こういう風にクレーン車で遊べるんですよね。これ回ったと思ったんですけど、こうやって回るんですよ、ちゃんと。で意外とですね、このボディっていうか、このトラック部分はダイキャストでできてて、ガラスなんかもですね、ちゃんとプラスチック成形になってて、これちょっと透けてるのでスモークですよ。でタイヤもなんかちゃんとしてて、造形もね、この辺になんか燃料タンクがあったりとか、なんか資材置くような感じもあるじゃないですか、クレーン車って。そういうのがついてて、これ本当にいいなと思って、こうやって稼働するんですよ。で何気にですね、この脇のところに文字が書いてあったりして、凝ってるんですよ。これ100円で買える時代なんですねと思って、なかなかよくできてますよね。で結構ヘッドもかっこいいんですよね。これに下手したらこの辺にベンツマークがかかったらめちゃくちゃかっこよく見えるかもしれないですよ、これね、すごいですよね。はい、でこちらも同じダイソーで買ったんです。これだいぶ前で、最近在庫見ないんですけど、ピックアップトラックこれはちょっとダサいですけどね。はい、脇の方にミリタリーって書いてあって、ミリタリーフォースとかってなんかデルタマークみたいなの書いてあるんですけどこれはちょっとね、これはちょっと100円かなって感じはしないでもないですね。はい、かっこ悪いですしね、いまいち。でこちらの後、これも皆さんもダイソーで見かけた方もいると思います。ちょっとヘッドの部分が今見つからなかったので、この後ろのねトレーラー部分だけですけど、ちゃんとこれ足があって、水平にこう置けるようになってるので、そうですね、ちょっと待ってくださいね。はい、ですのでこのトミカのこのトレーラーね、これちょっと残念でしたよね。こうやって天秤みたいにここのタイヤをごめんなさい、支点にしてこう上下しちゃうというね。でこれを外したら外したで、今度足も何もないのでこういう斜めになって置く感じになるというね、なんともお粗末な出来だと思います。ダイソーですらこうやって水平に置けるようにしてあるのにねここにお金使ったんでしょうけどね。でも全然これ、400円、定価で430円でしたから、トミカはね、なわけですから、なんとかなったんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。これのヘッドも確かダイキャストだったと思うんです。ちょっとすいません、ちょっと久々なんですけど見当たらなかったので、ちょっと詳細は分かりかねます。確かそうだったと思うんですよね。これつかないかな。つかないですね、多分ね。はい、こっちがオスになってます、ダイソーの方が。こっちトレーラーの方もオスだと思ったので、メスになってたあ、そっか、これくっつくかな。ちょっと形状が違うので、くっつきはしませんし、ちょっとスケールが笑っちゃうぐらい違いましたね全然スケール違うやんみたいな失礼しました。また話が長くなっちゃいますね。はい、てなわけで、じゃあですね、こちらちょっとまたちょっとハサミをまた用意するの忘れました。はい、じゃあ行っていきます。なんかこう
なんタイアップって言うんでしたっけ、これなんて言うんでしたっけ、いつも名前出てこないんですけど、これを切れば危ない。まあ私苦手なんですよ、あの刃物使うの。用になんかも出てきませんですね。おーちょっとタイヤの遊びがすごい。7、8ミリ遊びがありますね。前は、あ、前はなんかここのシャーシに当たって前はあまり左右に動かないですね。はい、おーおーちゃんと動きますよ。結構ですね、あのプラプラじゃなくてね、ちょっと渋みがあって、こうやって好きなところで止められるのはいいですね。はい、こちらはちょっとここが渋みないですけど、まあこうやって稼働して、でこれも2箇所ですね、こことここで。残念ながらここはあのこの横だけで縦上下には動かないですね。でもあでも2点だからもう1個あるとちょっとこの掘る感じがあのもっとできたんですけど、これでもまあ十分遊べますね。はい、でもなんて言ってもやっぱ CAT のデザインがいいですよね、これね。ここのバケットの形もなんか可愛くないですか、縦長で。横長じゃないです、縦長に長いですよね、ここ。でタイヤが私好きですね、プラスチックなんですけど、ちょっとあの質感出てると思わないですか、タイヤの。ちょっと丸みがあって、ここがですね、ちょっと私買うポイントになりました。結構タイヤ、乗り物って、タイヤってすごい重要だと私は思うんですよ。はい。ミニカーもそうですし、乗用車も。乗用車もね、タイヤのワックスなんか塗って綺麗にしておくだけで、意外と車って綺麗に見えたりしますからね。はい。と一緒でですね、ミニカーも結構タイヤって私重要で、まあもちろんホイールも重要なんですけど、この丸みのある感じが私大好きです。なんかパッと見、タイヤっぽいでしょ、ゴムっぽいというか、プラスチックのゴムっぽく作ってあってんで、丸みがあるので空気で膨らましてるかなって感じがするんですよね。はい。まあどうなんでしょうね、実物は結構こういうタイヤって空気入れないのかな、どうなんでしょう。よく私もこういう仕事に付き合ってるのでわからないです。とてもかっこいいなと思いますね。はい。じゃあちょっとここに置いてみましょうか。はい。働く車100円。ダイソー体。ヤマダ電機の。まあヤマダ電機というわけじゃないですけど、どこのメーカーなんでしょうね。そうですね、ブリスタちょっとよくお見せしなかったですけどね。はい。転がし遊び。私も好きです、転がし遊び。まあ遊びましょうね、あとで今ちょっとこれを見たら。ミニマシンズ CAT。まあ海外メーカーみたいです。こうポットイールみたいに日本語の、説明文がシールでこうやって貼ってありますね。はい。で、こっちの下の方に英語でバーって書いてあるので、まあ海外の製品ですね。あ、日光強小エッグですわ。取り扱いは。強小エッグでこれ取り扱ってるみたいですね。大丈夫ですか、強小エッグ100円なんかで取り扱って。強小エッグだった。はい、正式名称が書いてありました。CAT ミニマシンバックホーローダーっていうですね。これ、日光強小エッグって、日光っていう、よくラジコン、ラジコンなんかね、昔ね、売ってましたよね。はい、私も日光のラジコン大好きでした。4WD 関係とか。もうラジコンは私、4WD 慢性ですもん。なんかラジコンは 4WD じゃないと嫌だみたいな。当時のは本当パリキも何もなかったですよね。まあ、トイラジですよ、トイラジの話で。で、その日光と強小エッグ。強小エッグっていうのが、喧嘩版の、廉価版のラジコンを取り扱ってる、ブランドというか、ですよね。はい。で、普通に強小っていうのは、スピードコントローラーとかサーボとかでちゃんと本格的に動かすラジコンとは違ったブランドですね、強小エッグっていうのは。はい、だから結構安い感じのラジコンいっぱいありますよね。はい、で結構私も強小エッグのラジコン買ったことあるんですけど、あまり物は良くないですね。結局こういう感じで海外のものを代理店的に販売してるようなだけですからね。強小エッグ自体では開発も私はしてないと思います。はい、はい、ラジコンですね。はい、でいかがでしょうか、どうでしょうね。じゃあ転がして転がしてちょっと遊んでみましょうかね。はい、これなかなかいい出来ですよね。まあ最近のね、プチミニカーシリーズも結構話題だと思うんですけども、ダイソーもすごいですよね。はい、あ、いいっす。じゃあまず今日買ったですね、こちらちょっと転がしてみましょうかね。はい、ちょっと走るときこんな感じで畳んで走るのかな。ちょっとあれですね、やっぱりここが上下しないので、ちょっとこう転がそうとするとちょっとここ地面に当たってますね、バケットが。はい。うん、面白い。なんかガラ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 。うん、いいっすね。ホイールかわいいな、タイヤもかわいい、なんか質感出てるよな、おしゃれだな。なんかこういう、なんですかね、働く車も日本の小松とかよりは全然かっこいいですよね。小松とかヤンマーですか、こういうのは。ヤンマーはないのかな、なんか小松はよく目にしますけどね。あ、こうやればいいのかな、こういう感じで、ちょっと上げてあげれば。ウィーン。で、ちょっとダイソーの持って転がしで。まあ、ダイソーのも、走行するときはこんなね、クレーン上げて、走っちゃったら大変ですね。こうやって畳んであげて、こんな感じかな。はい。昔のミニカーの、タイヤが回る感じですね、これ。結構転がりもいいですね。転がりはどういいでしょうかね。はい。というわけでですね、今日は、山田電機で購入したこちらの、ミニマシンズ、バックホーローダー強小エッグの商品をレビューしてみました。またですね、こんなおもちゃとかミニカーのレビューしていきますので、ご視聴ください。バイバイキー。